はい、今ちょっとね、授業してるんで顔は映んないようにしてますけど、結構こうミュージック関係の部屋とかもたくさんあって、これが3つ目のミュージックルームですけど、結構やっぱインターナショナルスクールあるあるで、まあ、その辺はかなりこうしっかりやってるなというふうに、そういう印象を持っています。施設面っていうところで言うと、やっぱりすごくこだわりが強いというか、しっかり作ってるなというような印象を持っていて、なんかもう半端ないね、半端なくやってるなというような感じです。あとは、まあ、本当にもうそのとにかくこう自分でこれからこうやっていくとして、まあ、どういうふうな形でこうそのこの学校を使っていくかってところかなと思うんですけど、まあそのAレベルの結果が出てない時ってやっぱりこう先生たちのクオリティっていうのは、まあ、一つその進学実績を考える上での一つのこう、まあ、代理変数なんだなと思っていて、まあ学費が安いとかそういう理由であんまり選ばない方がいいかなと思います。ここはまあいわゆるその幼稚園ですね。幼稚園ぐらいから入れるとすごくいいって、幼稚園がない学校も結構あるので、まあ、なんかこうこういうところに慣らしていくっていうのも一つ方法としてはありかなとは思ってます。ただまあその先生のレベルとか、あとやっぱ進学実績、周りにいる子たちがどういう子かとか、また進学実績を見てみんな学校を選ぶので、まあ、そういったことを考えると、やっぱりこうその学費がどうこうとかっていう理由であんまり多分選ばない方がいいのは間違いなくて、まあそこら辺をね、どういうふうに持っていくかっていうことはちょっとこれから考えていかなきゃいけないところかなとは思っているところです。いや、しかし暑いね。学食は、まあ、感想はさっき言った通りです。なんか担当者のロイさんに会った時に、なんかランチカード持ってますかって言われたら、もらっときゃよかったなと思います。まあ、15リンギットで、ワッフルが5リンギットで、ウェスタンランチが10リンギット、まあ、だから300円ぐらい、まあ、あんなもんかなっていう。僕なんて言うんだろう。イギリスの人たちが、まあ、イギリス、マレーシアもイギリスだったし、あと例えばオーストラリアとかインドとか、まあ、カナダとかオーストラリアとか、こう世界を制覇できたのは、まあ、あんまり食事にこだわりがなかったからっていうふうに言われてるんですけど、まあ、本当にその通りだなっていうふうに思うような、まあ、そんな感じでしたね。あれこう野菜に味がないんですよ、柔らかすぎて。で魚も柔らかすぎて、でなんかね、あとワッフルに関して言うと甘みも何もないから単なる小麦粉なんですよ。で、なんていうのかな、個人的に言うとね、いやこのご飯を食べてるのは時間の無駄だと思って、一口食べた後もう全部ごのっこにしてましたっていうような感じではあるんですけれども、まあその施設はすごくいいです。施設はすごくいい。勉強しなきゃ、でもサボっちゃう。そんなあなたのために、毎日やるから合格できる、毎日学習会。はい。毎日学習会です。お問い合わせは概要欄から、ワンクリックで、LINE で相談できます。